近いな、吉根さん。吉根さん近いですよ。4月も近い。はい、ということで明日からですね4月になるわけですけども、ここはですね日本一のクスノキ、日本一樹齢1800年500年ぐらいだと思います。めちゃくちゃ、ちょっと待って、めちゃくちゃでかくないですか。すごくないですかこれ。なんかあの出てきそうな感じですよね。立派だね、綺麗だね。ちょっと主役はあちらの方がいいですかね。めちゃめちゃすごくないですかこれ。ジブリに出てきそうですよね完全に。このあの下のすごいですねこれ。これ日本一らしいですよ。これパワーここすごいあるんで、パワーをお届けしようかなと。なかなか来れないでしょ鹿児島。パワーをお届けしますよ。これパワー出てますよ、パワー。ジブリパワーです、ジブリっぽい。すごい。はい、ということで、4月1日からですね、R の思考プログラム、あなたの人生を劇的に変える、もう終わりじゃないですか。5時ですね。終わりですね。もう終わりですよ、人生終わっちゃいますよ。いい音色だ。いや5時じゃない、ちょうど5時、これ多分5時なんですよ。5時ですね。聞こえます、なんか BGM 鳴ってんの。5時ですね。いやー時は早いですよ、あっという間に終わってしまいますね。時間も今日という日も、今日という日も終わってしまいますよ。で今回はテーマ何も決めてないな。まあとりあえずね24時間限定で0時から流すんですけども、テーマせっかくここ来たからな。まあどうすかこれ、すごくない？これね、ほんとここすごいですよ。パワーがほんとにすごい、ここ。パワーに満ち溢れてますよ。これ生でね、見てほしいですね。ほんとに、うん。めちゃめちゃ綺麗です。綺麗だし、パワーあるし。もう壮大です。壮大な木です。そう。まあ寿命とかにしときましょうか。まあせっかくねここはね長寿の、まあお寺もあるんですけども、お寺ね、お寺、はい、お寺もあります。でその長寿のなんちゃらみたいな感じなんですけども、まあ人間どうですか、1500年も生きられますか。これ1800年かな、生きられないですよね。なんであのまあいつも言ってますけども、あの時間ないです、時間ないので、限られた時間の中で、まあ、自分の自己実現とか達成をこう、まあ、しないっていう選択、人生も、まあ、あるのか分かんないですけども、まあ、どちらかというと達成した方が良くないですか。自分はこういう人生を送りたいとか、こうしたいとか、こうなりたいとかいう、どうでしょうか。吉田さん、僕はこのままでいいんですと、このままこのままの収入、このままの生活、毎日毎日毎日会社は勤めして、一生の半分、一生の半分ぐらいですよね大体会社勤めっていう。まあ僕もね悩みましたけどね、まあ最初その東京で働いてる時はね、まあ一回辞めようと思って、社長に辞めますって言ってね、まあ、辞めるって言った時もあったんですけど、その時に辞めなかった時に腹くくったというか、まあ、会社に骨を埋めようって思って十何年働きましたけども、いろいろ考え方が変わりまして、まあ、人生やっぱその時も考えたのが、結局その自分の人生の残り時間を考えて、本当に自分はこれをしたかったのかなって、会社を大きくするために生まれてきたのか、会社を大きくするために頑張るっていうためにネットビジネス入ったのかっていう自問自答を相当しまして、でその自問自答した最終的な結果が、まあ、そうじゃないよなと、うん、まあそれはそれでいいと思うんですよ。会社のために頑張るっていうのも、あの僕が好きなあのビクターですね、ビクターの日はまた昇るっていう映画があって、めちゃめちゃいい映画なんですけど、その企業精神みたいな、そのビデオカメラ、ビデオテ、ビデオ、そのなんかビクターと、ビクターの VHS と
ベータかソニーが出してる規格争いとかもしてて、まあそれ映画で描かれてるんですけど、すごい面白いですよ。で、まあすげえ頑張っていくみたいな。そうで、まあそれはそれで充実してて、最後まあ西田さんかな、西田さんが主役なんですけど、最後なんか西田さんが会社辞めるときに、なんかその社員の人にね送られてくるみたいな、わあ俺はいい人生だったみたいな、なんかそういうドラマな映画なんですけど、まあそれはそれでいいと思うんですよ。なんだけど、まあ僕はいろいろ考えた結果、そもそもなんでネットをやろうと思ったのかって話ですね。パソコン一台で自由な生活みたいな憧れて入ったんで、なんかそれがどっかの段階で会社を大きくするっていうものに変わって、で、まあ自問自答して、まあ鹿児島で独立したわけなんですけども、まあ独立しても8年ぐらい経ちますけど、早いですね。鹿児島8年ですよ。早いですよ。僕のことを東京から知ってる人もいると思うんですけど、8年ですよ。だから今年切ったらもう9年目10年っていう、こうもう10年になってくるわけなんですけど、あっちゅう間でしたね。でもまあ僕も今年42ですから、だから独立したのが33か4かそれあたりだったような気がするんですけどね。まあ引き算すればいいと思うんですけど、残りの人生、まあいくらお金稼いだとしても、結局そのね、いつも言いますけど、80歳で億万長者になってもね、何使うのって話で、使う道ないですよ大した。そうだから、まあやっぱね、自分のやっぱ人生の時間、命の時間を真剣に考えるっていうのが、テーマは命の時間とかにしておきましょうか。みんななんかその命をね、安く切り売りしてるところがあると思うんですよ。例えばこれも深く考えてないと思うんですけども、まあ、僕もね深くは昔考えてなかったですよ。ビジネス始めてから深く考えられるようになりましたけど、例えばそのコンビニの時給が1000円とか、まあなんかね、熊本とか今バブってるらしくて、その半導体の工場が熊本にこう出て、でその熊本の半導体の地域がすごい物価が上がってるみたいなんですよ。めちゃめちゃもうバブルみたいな。で土地もすげえ値段で売れてるらしいんですけど、でその賃金もすごい上昇してて、でもまあそれでも時給2000円とかか。でもその1時間っていう命の時間を2000円で切り売りしてるんですよ。2000円高いと思います、時給2000円ってね、今の日本だと。だけどその命を変えてるわけですよ。わかります？でもそれがまあ当たり前になっちゃってるんで、なんかそこに疑問を持つっていうことがあんまないと思うんですよね。1時間2000円なんかその表面的な1時間2000円高い、1時間3000円高いっていうところでまあ決めてる、そしてそれが常識になってるので、そこに疑うっていう、深く考察していくっていうところがないと思うんですけど、まあ深く考察した場合、待てよと、命切り売りしてるなという話じゃないですか。でその命の切り売りも自分の自己実現するために使ってるんだったらいいんだけども、まあ大事ですよ、生活も大事なんで、お金っていうところでもその大事な部分あるんだけども、その命の切り売りが結局その未来につながってるのかって話なんですよ。今やっていることがね、今やっていることが未来につながってるのかっていうところが大事で、結構つながってない人が結構多いんじゃないかなと思うんですよね。で僕がこうやって発信できるのはやっぱその未来につなげたいんですよね。まあ、こうやって喋る力だったりとか伝える力とかも、まあ、やっていけば、まあ、昔よりかはうまくなったと思うんで、まあ、今うまいかどうか分かんないですけど、少なくても8年売ってるんで、売ってるってことはなんか伝わったってことだと思うんですよ。で今まで僕喋ることやってなかったですけども、喋れたらなんか飯食っていけるなと思ったんで、でなんだかんだ言って動画本数もね、一般公開動画で2万9000本ぐらいアップしますけど、なんか未来につながること、過去から学んで未来につながることを今やってんのかやってないのかっていうのが結構大事かなと。僕も命の切り売りはしてたんですよ。会社に泊まってずっとやってましたから、もう20代は捨てたみたいなものですよね。でも20代を未来につなげる土台作りみたいなのが僕はできたんで今があるんですよ。でもし20代合コンしてるとか飲み遊んでるとかね、やってたら今の人生ないと思うんですよね。
だからそのステージによってはその自分の命の時間をこう切り売りしていく、切り売りというか、まあ使わないといけない部分あるとは思うんですけども、結局それを何に使ってるのかっていうのがすげえ大事だと思うんですよね。つながってんのかっていう話で、うん、でこれはねもう絶対同意していただけると思うんですけど、これからインターネットがなくなる世界があるのかって話で、絶対ないじゃないですか。で僕がネットビジネスに興味持ったのも、これからまあ当時ね、あのライブドアブログですよ。ライブドア今あんのかな、あるか。そう、堀江さんがねライブドアブロ、ライブドアでバーって IT バブルみたいな感じで、まあ、僕らの世代は堀江さんの IT バブルすごい見てたと思うんですよね。ライブドアみたいな、もう連日連夜ライブドアのなんかそのニュースが流れて、堀江さん流れてみたいな、もう時の人になってましたけども、でまあライブドアブログで稼ぐみたいな本も買いましたけど、そこからまあそのブログっていうのが世の中に出てきて、でアフリエイトで稼げるみたいなのが出てきて、で個人でも主婦でもみたいなね、アフリエイトで稼ぐみたいなの出てきたわけですよ。でその時に僕が考えたのが、まあ僕頭悪かったんで、手に職っていう言葉が昔からあると思うんですけど、手に職をつける上で今後の未来を想定した時にどういうものがその、まあ、流れ的にいくのかなっていうところで、まあ時代背景も良かったと思います。 IT バブルで IT がバーってインターネットもねこうバーって進んできて、まあそういうのもあったから考えやすかったっていう、まあラッキーだったんでしょうね。でも僕と同じ世代の人って結構いると思うんですけど、もう堀江さん見てませんでした？連日連夜すごかったですよ。で僕はその時その手に職ってなった時にもうネットだっていう、これからネットだって思いましたから、もしその時に思えなかったら多分入ってなかったと思うんですよ、深くね。だからそこで思えたのはラッキーですよね。時代背景もあるし、でもそうは言っても僕と同じような世代間の人は同じように堀江さんのとか IT バブルの見てたと思いますし、渋谷で多分本買われた方もいらっしゃるかもしれないですけど、サイバーエージェントの藤田さんの渋谷で働く社長だったかな、部長かね、結構あの本も売れた、当時売れたと思うんですけど、だから堀江さんもね東大入ってて、それでインターネットだと思って辞めてネットにどっぷり使って起業したみたいな話で、でも堀江さんも言ってたような気がするんですけど、結局みんなパソコン使ってたしネット使ってたけど、その感じ方というかね、受け取り方がやっぱ違ったみたいな話で、これだと思ったわけですよね、堀江さんも。これだと、ここだみたいな。だから GMO の熊谷会長とかも多分そのあれだと思うんですけど、そのインターネットがこう出てきた時にこれだと思ったと思うんですよ。でもみんな別に見てるもの一緒で、みんなパソコンも見てたし、もっと古く言うと Windows98 とかね、どうですか。僕 Windows98 の世代じゃないので、 Windows98 が出た時になんか秋葉ですげえ並んでね買ってる人が、多分 YouTube 探せばまだ映像残ってるかもわかんないですけど、パソコンも結構昔からあったし、インターネットもちょっとこう出てきたし、なんだかやっぱその受け取り方ですよね、次第で全然変わりますよね。なんかその命に対しての受け取り方、どうやって自分の時間を考えて受け取ってるのか考えてるのかによって、やっぱその行動決断だったりとか、そういうのも全部変わってくると思いますよね。例えば明日夏休みの宿題が締め切りみたいな、まあ僕と同じような人たくさんいたと思うんですけども、夏休みの宿題やばい、8月27日8月28日、もうちょっとね夏休み終わる、宿題やってね、やらないとっていう、その期日が決まってる、意識をする、夏休みの宿題もうちょっとで終わらせないといけないっていう意識が高まればやるじゃないですか。まあやらない子もいたかもしれないですけど、僕もね一応やりましたよ、一応怒られるしねでももう限界まで、夏休みの宿題は最後の最後にやるタイプだったんで。でも最後の最後にやれた理由は意識が高まったからですよね。もう明日これ宿題しなかったら学校で怒られるみたいなのあったんで、意識が高まっていくわけですよ。ていうかもうプレッシャーですよね、もはややらないといけないみたいな。でもその命の時間も消えてってるわけじゃないですか。わかります？そこにプレッシャーを感じるってあんまなくないですか。あ、もうやらないと時間ねえなっていうプレッシャー感じて生きてます？あんまその、まあそれを感じすぎるとしんどい部分もありますけど、やっぱそこを意識するって超大事だと思うんですよね。
命は無限にないので永遠の命ですか。もはや人間の方がすごく知能もあってね、人間の方がすごく優れてるのに木の方が生きれるっていう、ね、どうですか。1500人ぐらい生きてるってすごくないですか。1500年生きてるって言ってる。これでもね、 R の思考の中にもね、その木の話もあるんでしょ。確かあったな。そう、木のいい話もありますよ、その木の話。そうだって喋らんしょ、喋らんし脳もないし、多分脳ないですよね。一応木って脳あります？ないですよね。でもずっと1500年ぐらい生きてるわけじゃないですか。人間ってすげえ木より優れてるのに寿命めっちゃ少ないみたいな。もうそう、1000年生きれる人間っていいのかな、いないですよね、絶対いないですよね。そう、金さん銀さん懐かしいな、金さん銀さん100歳とかね。まあ、最近は寿命もちょっと伸びてきたんで、100歳も昔は100歳すごいみたいなのありましたけど、今は100歳そんなにすごいってなんないのかな。でも限界があるじゃないですか。150は聞いたことないな。あるかないか。あります、150歳まで来たっていう。でも150歳って何ができるって言うとあんまできないですよね。150歳で何ができるんだろう。どんどんできなくなるじゃないですか。腰も痛くなるしね、関節も弱くなるし、筋肉も落ちていくし、喋れなくなるし、目も見えなくなるし、視力も落ちていくし。そう、どうすか、あのね、もう文字も見れなくなるんですよ。なんかこの老眼みたいなね、こうやって新聞も見たりとかね。ああみたいなね、補聴器つけないと聞こえなかったりとか。もうだから耳も聞こえなくなるし、目も見えなくなるし、歩けなくなるし、もう全部どんどん衰えていくんですよ。どんなに逆らっても、なんだろうな、昔なんか90何歳の、あ、違う、80歳かな、70歳か、そのボディービルダーの人がいて、そのすごいんですよ。70か80か、それでボディービルダーずっとやってるんですよ。だけどその人は引退しますみたいな。で、引退する時にその人が言ってたのが、もう限界を感じたと。要は限界は、今までは筋トレしたら筋肉がくっついてたけども、もうきいくら筋肉を筋トレしても筋肉がつかないっていうね。どうすか、いくら筋トレしても筋肉もつかないっていうね。これはもう限界だぞっつって引退したって、なんかその引退したされる時そういう話をしてたんですけど、普通だったら筋トレしたら筋肉つくじゃないですか。もう年取ると筋肉つかなくなるみたいなね、しかも結構追い込んでやってんすよ、その年取っても。だけど筋肉つかないみたいな、っていう、なんだ、時代にもなりますんで、年齢にもなるのでね。だからそのやっぱ早めに行動していくっていうことがどれだけ大事かって話なんですよ。で、早めに行動するためには何が必要なのかっていうと、 CPU、 あなたの脳ですよね。脳がどういう基準でそのジャッジしてるのかって話なんですよ。わかります？なんか行動しようと思ったら、なんかいろいろああでもないこうでもないって考えて、その基準で結局やめるとかね、継続しないとか、まあいろいろあると思うんですけど、だから今回年収、まあ今回ね、 R の思考のプログラムをまあ1日限定でこう出す理由としては、その年収1億いった子がその R の思考をね聞いてどのこうのっていうのが、まあ1話目で言ったと思うんですけども、やっぱめちゃめちゃ行動早くなったんですよね。めちゃくちゃ行動早くなったんですよ。だ、結果まあ1年3ヶ月ぐらいで年収1億いきましたけど、そう、どれだけやっぱ行動のスピードをこう早めるかっていうのが超大事ですよね。だから最近僕はあのね、 MacBook Pro の M3 チップの新しいチップの CPU の買いましたけども、昔のそうそう昔の CM とかはインテル入ってるか、これインテル入ってるっていう CM 見たことあります？古いですね。そう、インテルが入ってるとすごいことできるみたいな面白い CM が結構あったんですよ、昔。で、まあ、今はもう時代がちょっとね進化しまして、インテルじゃなくて M1、M2、M3 みたいな話ですよ。 M3 入ってるみたいな話で、だから昔の CPU、 昔のその CPU で処理できるものって限られてるわけですよ。もう現代の 4K 動画とか昔の CPU じゃ処理できないんですよ。だけど昔の頭脳ですよね、あなたが昔の頭脳、昔の基準、昔の処理能力のまま時代は進んでます。で、いろんなことをまた時代が変わって、いろんなことが早く変化してきます。なんだけど追いつかないんですよ、その昔の CPU だったらね、処理できないんですよ。
なんかいろんなの出てきてね、対応できないっていう。だから鹿児島、まあ動画で言ったと思うんですけど、鹿児島の電子マネー普及率が非常に低いと。あのコンビニでほとんどの人がまだ未だに現金使うっていうね。だから追いつかないですよね、処理できないんですよ。いやー怪しいな電子マネーとか、よくわかんないんだよみたいな話で。で今なんかね、スマホ化されてアプリ化されてるので、本当にそのガラケーだと結構しんどいですよね今。いや俺は携帯だから、例えばポケベルから携帯に変わった時もね、昔の考え方で、いやちょっとガラケーはちょっとよくわかんないのよね、ポケベルの方が便利だよって言ってたら、今ポケベル使えるかっていうと使えないじゃないですか。どうすか。だから時代は鬼のように、これからもうこれか、今までの10年とね、これも考えれば予測すればわかると思うんですけど、今までの10年とこれからの10年のこの未来のスピード感覚って鬼のように早く進んでいきます、目まぐるしく。なぜならばもう AI が出てるので、AI が出たことによってもう何十倍何百倍のスピードでどんどん進化しますよ。だからこの前動画で言ったかな、イーロン・マスクさんがね、ニューラリンクっていう会社作ってるんですけど、そのニューラリンクでね、すごいんですよ、もう実験が実験してもう結果出たんですよ。それ何かっていうと、手と足が動かない人がいます、手と足が動かない人がいるんですよ。でそこに脳にねチップを入れて、で目を見ただけでクリックするっていうことがもう実動してるんですよ。わかります。だからそこを見たっていう信号をチップが読み取って、そのチップが Wi-Fi で飛ばしてるのかわかんないですけど、仕組みわかんないですけど、すごくないですか。もう手使わないんですよ、目見ただけでクリックできるんですよ、っていうもう人体実験が完了してるんですよ、ニューラリンク。脳とCPU チップをつなげるみたいな。これ10年後これすごいことになってますよ多分。どうすか。もう今段階でそれができるわけですからね。だからロボットの進化もすごいし、で福岡に本社があるトライアルっていうスーパーがあって、まあ僕も結構トライアル行くんですけど、この前ね、これも言ったか、そのあれですよ、レジカートですよ、レジカート、もうレジでお会計みたいな。だから今までレジで働いてた人も働き場所なくなりますよね。そう。だからどんどんやっぱ時代は変わってますので、自分のその脳をアップデートして、なおかつその早く対応できる、早く行動ができる、あとは失敗とかなんか不安とか、なんだろうな、怖いとか、まあ人って感情の生き物なんで、そういう感情が出た時にどうやってその思考マインドセットでこうコントロールしていくのかっていう話ですよね。でこれは正直今回のこの R の思考のプログラムっていうのはビジネスにも役に立つし、これからの人生においても確実に役に立つものです。確実に言い切ります。だっていろんなこと起きるでしょ、人生でやってれば、別にビジネス以外にも。だからそれを全部乗り越えていかないといけないんですけど、その感情に負けてしまったらどうなるかっていうと、例えばまあ、僕もね引きこもり時代もありますけども、例えば引きこもり時代の時に僕が思ってた感情が怖いなんですよ。もう面接行くの怖い、人と会うの怖いっつって、で感情に負けてもう引きこもってましたね。怖いんで、怖いという感情に負けて、うん、だけどそれやってたらやばいじゃないですか。だから僕もしずっとそのまま引きこもりしてたら今この活動してないですし、40歳になっても親の実家暮らしして、で親のすねかじって細々と生きてるというか、まあそんな感じになってると思いますよ。自立なんて絶対できないですね。うん、人間ってやっぱその感情、いろんな感情があるんで、それはやっぱコントロールできないと難しいんですよ。難しいというかしんどいですよ、逆に。感情に常にこう動かされるっていう。だから人間は唯一の武器としてやっぱ思考、考えるっていう力があるので、それをやっぱ鍛えていくっていうことが超大事なんですよ。だから全てに精通します。ビジネスも生き方も全部です。全部に精通する、うん、全部です。うん、だからこれをねアップデートし、だからまあパソコンだったらわかると思うんですけどね、昔の CPU だったら処理できるものが限られてるじゃないですか。パソコン固まるじゃないですか、新しいこと。いや本当に昔の CPU で 4K の動画とか 8K の動画は処理できないですよ多分、普通に。
まあちょっとねパソコン詳しくないと分かんない部分あるかもしれないですけど、でもまあなんとなく分かりません？ Windows、 僕なんか Windows XP の時代ですけど、 Windows XP の時代に使われてたパソコンで今のことやろうと思ったら動かないですよ。でもあなたが Windows XP の搭載されてた時の CPU だったら今起こってることできないですよ。 YouTube 俺にはみたいな、どうですか。もう今の子なんかは SNS 当たり前ですからね、どうですか。SNS 当たり前ですよ、スマホ当たり前ですよ、どうですか。どんどん変わりますからね、本当に。そうだからね、あのアップデートしていきましょうっていうお話でございますよ。26分か、すごいね、いいですね、いいね、すごいの、でけ、でかいっすね。はい、で、まあ、24時間限定でね、まあ、今回その R の仕込みプログラム出しますので、あのめっちゃそこ大事だなと思う方は本当にプログラム受講してほしいなと思います。本当に全部変わります、全部が。なんで全部変わるって言い切れるかっていうと、生活の ほぼ全部があの感情に結構支配されてる部分がほぼ9割9分なんで、ああ今日めんどくせえな、だりーなっていう感情出てきません？ああ会社行きたくないなっていう感情出てきません？どうですか。わあコンテンツ作らないといけない、めんどくせえなっていう感情出てきません？ああ毎日更新できてないな、ああやだ、ああ俺ってできないな、俺ってダメなんだっていう感情出てきません？俺ってなんてできないんだとかね、まあ、いろんな出てくるんじゃないですか。そうで商品買う時もね、やっぱ買おうかな買わないかな、うんどうなんだっていうね、不安と恐怖とかね、うんでもワクワクとかね、いろんな感情出てきますね、どうですか。だから それも例えばでしょ、まああのなんだ、先月か先月僕ドリアカのポータルサイドリアカの講義の中でもちょっと入れたんですけど、そうそうあの堀江さんが動画撮ってましたね、そう堀江さんが動画撮ってたんですけど、あのフェイスブック、あの今本当にやばくて、フェイスブックとだメタ社ですよ、メタ社の広告申請がやばすぎるんですよ。だからあの堀江さんの画像を勝手に使ったりとか、著名人の画像とか勝手に使って、でなんですか、あの投資案件ですよね、 LINE に誘導して投資でめっちゃ増えますよみたいな広告がめちゃくちゃあるんですよ。でそれでもう本当にその詐欺が非常に横行して、それでまあ警察も動き出して、でようやくメタ社もちょっと動き出したらしいんですけども、堀江さんが言ってたのが、いや俺の広告も、俺の公式の広告もストップすんなよみたいな、俺何なんだよみたいなね。そう動画撮ってましたけどね、何なんだよみたいな、俺なんか悪いことしたみたいな、勝手に使われて、勝手にその画像とか使われて、勝手になんか、うん、それも言われるし、なんか堀江さんに騙されたって知らねえよっていう、なおかつ自分の公式のやつも止まるみたいな、俺何なのみたいな、なんか動画撮ってたんですけども。でもね、未だにありますよ、未だに出てますよ。だから堀江さんがその動画アップしてから結構経つけども、未だにね堀江さんのなんかあの使われて広告ありますからね。何が言いたいのかっていうと、そのあ感情ですよね、あこの有名人の人がやってるからこれは大丈夫だ、儲かる、すごいこんなに儲かるのかっていう感情で、あの登録とかね、あこれ、まあ、お金入れれば勝手に増えるんだ、この人が言ってるから間違いない、きっと大丈夫とか、なんかそのなんかその感情でやっちゃうんですよね、どうですか。ちゃんとそれ思考でコントロールして、待てよとね、待てよと、これ本当にこれ堀江さんなのかって話じゃないですか、そもそもね。そうでもみんな感情でいくから、そうだから時にはね感情で動くっていうことも時にはあの必要だったりするんですけども、やっぱり大半のミスとかミステイクとか決断のミスとかは、なんだろうな、感情に負けてしまうというか、なんかそういうのあると思いますよね。ただやっぱ脳を鍛えるっていうのはねすごい大事なことなんですよ。
そう、まあ、あとね今回その脳をこの鍛える R の思考っていうねプログラムのそのこうカリキュラム以外にもまあね、お金を稼ぐっていうところでマーケティングだったりとかコピーライティングだったりとか、あと弟子の映像、弟子の映像に関してはもう全部入ってますよ。どうやって売り上げ作るのかはもう全部入ってます。だからそれ100本以上あるし、うん、だからまあその脳をこうアップデートするっていうプログラムプラス、じゃあ具体的にどうやって稼ぐのかっていうところ もめちゃくちゃありますんで、まあめちゃくちゃいいと思いますよ。うん、そうなんで、まあ、まだね手に入れてない方は、僕も集大成として作ったんで、このプログラムに関しては一応もうこれ以上ちょっと今のところ出せないなみたいな感じで全部作り込んだんで、そういろんな教材出してきましたけど、集大成みたいな感じで今まで勉強してきたこと、学んだことを経験してきたことを全部入れましたんで、うん、まあ今のところこれ以上のはちょっと作れないな、まあもうちょっと僕がねもうちょっともっとおっさんになってね年取っていけばまたちょっと深みのあるもっと深みのあるなんか出せるかもしれないですけど、今現状としてはまあもう全部ですね、うん、いろんなエッセンスをしかもなんかできるだけ分かりやすく解説してって話で段階層で、うん、まあこれもまあ考えれば分かるっちゃ分かる部分はあるんですけど、考えない部分も考えない人が多すぎるのであれなんですけど、そのね今回彼がまあ、年収1億コンサル生年収1億になりましたけど、単純にまあ彼以外もそうなんですけど、年収1億稼ぐような人の考え方と年収1億稼げない人の考え方が一緒かっていうと一緒じゃないじゃないですか。どう考えても一緒ですか。年収1億稼げる人の考え方と、年収200万円の人の考え方が一緒ですか。絶対違いますよね。どうですか。ノウハウが違うから、ノウハウが違うから年収1億にいってんですか。違いますよね。コアですよ。コアの本質的なところはもうその基準が違うんですよ。物事の行動する基準が、選択する基準が違うんですよ。だからその選択する基準を変えないと、これからも同じような決断、意思決定して同じような結果しか出ないですね。うん、なんでうん、そういうことなんです。そういうことなんです。ちょっとね、すいません。唾液がもうなくな、コーヒー持ってくればよかったな。今何分だ ?30 分か。で、唾液が、分泌、年取るとね、唾液の分泌量がなくなるんですよ。カピカピになってくるんで。そう、いやすごいですね。すごいですね。すごい。綺麗。まあ、せっかくなんでね、これちょっと動かしましょうか。はい、せっかくなんで。ちょっと、行きましょう。そうそう、これ、こっちでマイク撮ってるから大丈夫だよね。はい、どうですか、これ。うわ、すごいね。これ、クス。クス。はい。どうですか、これ。すごいですよ、これ。もう多分ね、1500年ですね。はい。1500年でございます。1500年生きてますよ。すごい。人間すいません、1500年生きられないからね。人間1500年生きられないからね。すごくないですか、これ。これすごいな。どうよ、これ。あのね、なんかあれがすごいんですよ。ちょっと上がってみましょうか。せっかくなんで。一応ね、ちょっと、まあ中には入れないんですけど、ちょっと近づけるんですよ。はい、これ900年ですね、創立。そう、いやー、すごいな。はい、まあここはお寺は神社みたいになってますね。こんな感じです。ああ、ちょっと逆境だ。逆境、逆光。
逆光ですね。逆光ですね。はい、こんな感じでございます。ここ入れれますね。こうやって入れます。どうすか、来れないんで、これでパワー入りますよ。すごい、ここがすごくないですか。これモリモリですよ。このゴンブト、ゴンブトですよね。すごいですよこれ。しかもねこれね、あのね、この木にね入れるんですよ。まあ僕たちは入れないですけど、これ根ですからね。根っこ、根っこすごくないですか。この根っこすごくないですか、本当に。でここに入れないんですけど、僕たちはね、この木が、あれすごくない、入れるんですよ、ほら。すごくない、なんかあそこ入れるっていうね、もうくり抜かれてるっていう、すごい、すごいですよ本当に。ちょっとねこれ一眼で僕も映像確認したいな、どんな感じで撮れてるんだろうかな。綺麗に撮れてるんじゃないでしょうか。どうですか、まあ、こんなに生きれないですからね、僕たちは。1500年もあと何年あんだって話ですよ。はい、そう、すごい、すごいです。もうね結構もう春なんで、あれですね、あの日も結構まだ明るいですね。昔はねもうね、冬の時は5時ぐらいになったらもう結構暗くなってましたけど、まだ全然明るいですよ。全然明るい。そう、すごい。いやー、これはね生で見てほしいですね。これすごいですよ本当に、綺麗。よいしょ。はい、近いですか。僕も年取ったな。もう4月始まりますね。はい、まだね裏メルマガが登録されてない方はね、裏メルマガ登録していただいて、まあ、4月1日は、多分ね3発ぐらいメール流すと思います。4月だから0時1発と18時1発22時1発いつも通りかな、はい、3回ぐらい流します、4月1日はね、うん。はい、ということで、この YouTube の下にね、リンク入れておきますので、まだ登録されてない方は登録してください。もう時間ないですからね。うん。はい。命の時間、どうですか？あと何年あるんですか？1000年ありますか？ないな。1000年もない。では。